はい、今度はちょっと数字がでかくなりました。70以下の自然数全体集合ね。で、このうち5の倍数が A で、3の倍数の個数が B としたときに、まず最初に、1はってやっていくと、結構70までね、これ入らないよ。ってことは、まあこういう時には計算でやる方法を考えようと。例えば10までの中に5の倍数は2個あるよね。計算としては、10割る5すると2個入るから。ね。で、まあ5を10で2個と。で、3の倍数は10割る3すれば、3余り1だから、つまり3個入ると。3、6、9、3個ある。これと同じように、はい、計算で、そして、はい、ってことは5の倍数が10、そして、同じく3の倍数は、そして、そして、余り1で、3の倍数は20。で、かぶってるところは何の倍数かっていうと、15の倍数だから、15の倍数なので、5が落ちてた。そして4個で、ね、15、30、45、60、ね、最後は余り10ってことは70-10で最後は60。ってことはこれで、これとこれ足して、さて、ここでもうちょっとやってみると、次は5でも3でも割り切れない数何個ありますか？はい、ってことはこれは全体の、ね、70個からこの今出した33個引けばいいわけ。ね、つまり、で、出すことができると。ね、これがつまりこれだよね。これからこれを引いたと。ね、はい、じゃあもう一丁。これね、5の倍数ではあるがってことは、まず5の倍数ではあるが、3の倍数ではない。つまり、右側が欠けている月。はい、これを加減というね。加減の月。ね。加減という。はい、これだから、つまり、これは5の倍数ではあるがっていうのが、全体では、5の倍数の個数は14個だった。
そのうち、はい、問題は3の倍数ではない。ってことはこの4個を引いてかぶって15の倍数のところが、ね、3の倍数にも入ってるわけだから、この4個をってやった残りが答えになると、ね、だからこの、ね、ベン図を書きながらやってみると分かりやすい。 OK。